2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せだぜ。しかも、本編後の雑談では朝までに、起きた重要な米経済イベントを、できるだけ取り上げるわ。韓国経済を中心に、主要な金融ニュースも、理解できる。これはお得だよな。一挙両得ね。だから、応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。対中貿易、韓国の最大貿易黒字国だった中国、現在は最大赤字国に。韓国中小企業の 77%、日本との経済交流拡大に前向き。では、記事のツッコミを読むわよ。対中貿易、またこちらの予想が的中してしまったか。昨年の6月ぐらいだったか。こちらは韓国の対中貿易赤字が出てきた時からずっと指摘した。いつまでも中国が韓国のお得意様であるとは限らないとな。しかし、韓国政府や専門家は中国はコロナだから韓国の輸出が減っていると繰り返し、すでに中国は韓国から購入するものがなくなってきたこの可能性について全く言及しなかった。そして、対中輸出が激減している現状でも、中国がリオープニングすれば、輸出は再開する。前のように中国はたくさん買ってくれるとか、希望ばかり述べて現実を何も直視しなかった。しかし、もう、嫌がおうでも現実を突きつけられてしまったのが、今回の記事である。韓国の最大貿易国だった中国が、現在は最大赤字国になった。どうしてこうなる前に気づけないのか。なんで韓国政府や専門家はどこまで、楽観論に支配されているんだ。それとも、こちらより数段、無能であるということか。まあ、無能だよな。こちらは的確に当ててるのに、韓国の専門家は誰一人、このような事態になることを、想定してなかった。すでにいっぱい兆候はあったよな。韓国輸出は減っても、尿素やリチウム、自動車の部品など中国から輸入を、しなければ生産もできない現実。だから輸入ばかりが増えていき、対中貿易赤字がどんどん拡大していった。それをずっと半年ぐらい続いてこの結果になることに気づかない。一体、韓国政府や専門家は何を見てきたんだ。こちらよりたくさんデータを持ってて分析してるはずなのに、まともな予測すらできないとか。全員、リストラした方がいいんじゃないか？こちらや東亜の人々に韓国経済を分析してもらった方が、正しく今後の予想してくれるんじゃないか。さて、ここまで現実を見せられてまだ中国のリオープニングに期待しているんじゃないだろうな。たとえ、中国経済が回復しても、もう、韓国製品はいらないってことに気づけないのか。では、今回の記事の要点を整理していこうか。前半は対中貿易赤字の話。後半は韓国中小企業の 77%、日本との経済交流拡大に前向きという迷惑な話だ。本当、韓国は上から下まで日本の技術を狙っているようだ。それなのに日本企業の資産現金化するとか、突然、日本企業を怒らせるからな。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、任せておけ。記事の要点。1、中国は韓国貿易収支の主な支えでしたが、数年の間に状況は完全に異なりました。最大貿易黒字国の地位はすでに古く、今年からは本格的に対中貿易赤字時代が開かれました。今年2月まで、韓国は中国との貿易で50億7400万ドルの赤字を出しました。今は貿易黒字国ではなく、赤字国1位がまさに中国です。対中貿易収支の黒字はますます減り、
昨年は12億1300万ドルまで割り込みました。2月に続き3月も赤字である可能性が高いからです。今月1日から20日までの統計だけを見ても、1年前と比較して輸出は 36.2% 減った。反面、輸入は 9.1% が増えた状況です。問題は、公共貿易収支赤字が固まる様相を見せている点です。対中貿易赤字は、昨年10月から先月まで5ヶ月連続続いているが、改善の余地はなかなか見えません。3、それでも比重が最も高い半導体輸出回復に希望をかけるしかないが、過去と同じくらいないというのが貿易協会の分析です。メモリ半導体の場合には単価変動が大きいからです。少し難しいのは本当です。今のような状況が続き、今年最終的に赤字を出すとすれば、対中貿易収支は1992年以来31年ぶりに初めて赤字を記録することになります。4、韓国の中小企業中央会が23から24日、中小企業304社を対象に実施した。中小企業の韓日経済協力認識調査によると、調査企業の 76.6% が16日の韓日首脳会談を踏まえ、今後日本との経済交流を拡大する意向があると回答した。5、経済交流の活性化が期待される分野複数回答は輸出拡大 84.1 との答えが最多で、次いで人的、技術交流の拡大 14.6%、通関など物流の円滑化 12.9%、素材、部品、装備装置や設備の輸入円滑化 11.2% の順だった。6、交流拡大を躊躇する理由としては、日本市場の魅力低下 39.4% が最も多かった。原材料などの国産化、完了 19.7%、通関手続きなどの複雑さ 7.0%、業務のデジタル化不足 4.2%、韓国ブランドの評判悪化 2.8% などが続いた。以上の7つだ。では、順番に見ていく。霊夢、要点は以上だ。続きをどうぞ。はい。では、続きを見ていくわ。まず1だが、今年2月までに韓国は中国との貿易で50億7400万ドルの赤字となった。しかも、昨年は12億1300万ドルまで割り込んだ。昨年はかろうじて赤字を免れたが、今年はどう見ても無理そうだな。しかし、2ヶ月で50億ドルかよ。3月も20日間で見れば対中輸出は 36% 減だったか。これはもっと赤字が増えてるだろうな。それが2にも書いてある。今年は状況が悪いと。そして、重要なのは輸入が 9.1% 増えた。つまり、韓国は中国から輸入しなければいけないものがたくさんあると。対中貿易赤字は昨年10月から先月まで5ヶ月連続続いているが、改善の余地はなかなか見えない。この時点で危機感を抱くべきなのに、何のあれもないからな。なんで対中貿易赤字が増えてるかのまともな分析もできてない。簡単に述べれば、中国の技術が半導体以外は韓国に追いついたのだ。そして、半導体は台湾から買うので、韓国はもういらない子になっているから輸出が減っていると、これは散々言われてきたことだ。そのうち中国が韓国に追いつくとな。そして3は韓国の貿易協会は少し難しいのは本当。ああ、ダメだわ。未だにこんな認識かよ。韓国のメモリーなんて中国は買ってくれない。その現実から逃げたところで、今年の下半期頃から突きつけられるだけだぞ。今年の下半期、中国経済が回復してるのに、対中輸出が赤字になれば、韓国さん、一体、どうするんですかね？だから言ったじゃないか。韓国さんはどこに、
何を売るんだ？と。もうすぐ4月ですが、全く見えてこないよな。それなのに今年の輸出は昨年の 2% 程度しか減らないだろう？本当、あれだよな。無能しか揃ってないな。対中輸出激減だけで 2% 以上は減りそうなのにな。まあ、こんな程度の分析ではどうしようもないわ。対中貿易収支は1992年以来31年ぶりに初めて赤字を記録するな。そして、今年から晩年、対中貿易赤字が始まると。では、この記事を読んだ韓国人の意見を見ておこうか。引用、マリサの担当よ。あと、次の引用も読んで。おう、どんどん読んでいくぜ。月間や年間基準で、中国が韓国の最大貿易赤字国となったのは今回が、初めて。中国のゼロコロナ政策により対中輸出が、大幅に減少した一方で、バッテリーの生産に使われるリチウムなど、韓国が輸入する産業用原材料の、価格は、高騰したことが原因と分析されている。韓国貿易協会は中国の、場合、中間材、消費財が、輸出増加を主導しているとし、これまで中間材中心の、輸出を育ててきた韓国と、輸出構造が徐々に、似てきていると指摘したという。この記事を見た韓国のネットユーザーからは最大黒字国の、中国を敵扱いする。ユン・ソンニョル政権、貿易赤字を、どうするつもりなのか。政治と経済を分けて対応するべきなのに、政策をガラリと変えたからこんなことになった。輸出に頼るこの国が、日米を合わせた以上の、利益をもたらしてくれる中国を、冷遇。これは経済を諦めようと、言っているようなものこの状況の、中、米国と日本は対中貿易が、増加中。無能な指導者は敵より恐ろしいなど、現政権への厳しい声が寄せられている。韓国のネットユーザーも中国が敵視するユン政権が無能だとよく理解しているな。でも、中国の経済制裁はこれからだ。なぜなら、こんなニュースが飛び込んできたからな。これも引用しよう。米韓合同演習、フリーダム、シールド、自由の盾と連携した最新鋭迎撃システム。終末高高度防衛、サードミサイルの遠隔発射台展開訓練が、初めて実施された。2017年にサードが、韓国に配備されて以来6年ぶりだ。韓国国防省によると、在韓米軍司令部は、いかなる脅威や敵から韓国を、保護し防御するために、ファイト、トゥナイトレベルの、準備体制と連合防衛体制を維持しているとした。また、今回の演習により、高度化した北朝鮮のミサイル脅威に備え、各部隊の戦闘準備体制と、米韓連合防衛体制を増進させ、自国防御に対する米国の徹底した公約を示したという。引用は以上だ。ああ、韓国さん。ついにやってしまったのか。ユン氏、バランス外交ができてないわ。訪米前にアメリカの機嫌を取りたいようだけど、これは超危険よ。では、続きを読むわね。ああ、やってしまいましたね。ユン氏、それは中国の超激怒案件ですよ。これはきつい経済制裁が、来るんじゃないか。ムン君が北朝鮮シンパと、一緒に資材搬入を、阻止などで、約6年も邪魔していたのについに、パンドラの箱を開いてしまったな。対中輸出が激減しているのに。また中国を怒らせる案件。ああ、知らないですよ。ちょっとユン氏、バランス外交を忘れてないですか？アメリカに従順して経済危機を、助けてほしいかは知らないが、どう考えても無謀だぞ。では、最後はネットの意見を見ておこうか。ここからは私が読んでいくわね。1、内需があれば赤字でもいいのでは？ 2、政治と経済は分けるべきとか、本当に違う世界に生きてるな。経済や安全のために政治があるんだろ。3、結局のとこ、韓国がやってたことを全部中国が、
できるようになったので用なしになっただけ。4、韓国に作れるものは中国にも作れる。政治の問題ではなく工業力の問題じゃないの？5、いつまでも売れないメモリに固執してる限り赤字が増えていくだけだぞ。他に売れるものあるといいね。6、貿易収支が赤字でも経常収支さえ黒字ならやっていけると思うけど。それで肝心の経常収支はどうなのさ。以上の6つだ。韓国に内需なんてスズメの涙です。だから貿易特化なんですよね。本当、韓国だけ違う世界に生きているよな。3と4が全てですね。韓国のできることは中国もできる。そして、5が韓国の現実である。他に売れるものがないですよ。自動車、スマホ？もう、シェア 0% 台ですよね。もちろん、経常収支は赤字です。それで、4と5は韓国の中小企業の7割が日本との輸出拡大を狙っていると。でも、さっきも言った通り、中国が韓国製を買わないなら、日本はもっと買わないぞ。日本に輸出を増やすも何も、韓国製で日本が欲しいものがないだろう。だから対日貿易赤字が、毎年、200億ドルとか超えてるんだろうな。今年は、ここに対中貿易赤字も、200億ドルとかいきそうなんだよな。で、6は楽に日本なんてどうでもいいという声もある。日本市場の魅力低下 39.4% が、最も多かった。原材料などの国産化、完了 19.7% という。なら、いいじゃないか。いちいち、日本にすり寄ってこないでくれ。まさにこの関係こそ、経済のウィンウィンだよな。でも、日本企業もバカじゃないので、ここまで韓国企業の評判が、ネットで蓄積されるようになれば、技術を盗まれるとか、そういうのに警戒して賢い企業は近づかないだろう。協力とかも必要ない。いい加減、日本について忘れてくれ。日本も韓国のことは忘れるので。経済危機でどうしようもないからとすり寄ってきても、引導を渡すぐらいしかやることないものな。資本主義は競争社会なんだ。日本との競争分野が、多いのにどういう理屈で。協力できるとか思い込んでるのが、不思議だ。これもネットの意見を最後に、見ておこうか。1、ちょっと前までノージャパンとか、言ってたくせに。2、またように近寄勝手にやってろもう相手にできん。3、経済交流ってのは日本人に、何かメリットあるの？ 4、日本側に何かしらの、メリットがあるのかね。なさそうだけど。5、ムンの時の方がいい関係だったな。以上の5つだ。本当、そうだよな。少し前までノージャパンだったよな。両日には本当うんざりだ。経済交流に日本人にメリットなどない。くだらないマスコミの韓流推しで学んだだろう。テレビなんて叩き壊しても問題ないと。本当、ムン君の方が良い関係だったよな。でも、大丈夫だ。ユン氏はアメリカに寄りすぎだ。そろそろ中国がお怒りになるはずだ。ニュースは以上ね。霊夢、この先、中国の貿易赤字が増えていく構造になれば、韓国さんはどこで稼ぐことになるんだ？昨年は韓国の貿易黒字1位はベトナムだったわ。でも、ベトナムの1位は韓国企業の現地工場に輸出しているだけ。なら、アメリカ、欧州、ASEAN といったところになるけど、正直に述べて中国輸出の穴埋めなんて不可能よ。ジンボルトが中国を切れないと述べてるのは、韓国と中国はあまりにも近いのよ。陸続きでは北朝鮮があるから繋がってないけど、朝鮮半島と中国大陸は空や海から簡単に行き来できるわ。そこには数千年の交易というものが存在するわ。ユン氏になってアメリカに追従することはそれらを否定するわ。いつの時代も中国と交易して、朝鮮半島は生きてきたのよ。
中国、5000年の歴史というのはそれだけ重いってことか。そこを雑談で解説するより、そのうちジンボルトが本編で書くと思うわ。だから、米経済や金融ニュースを、見ていきましょう。そうだなぁ。では、今朝のダウから教えてくれ。いいわよ。今朝のダウは 32,717.60。プラス 323.35 ドルで取引を終えたわ。おお、すごい反発じゃないか。材料としてベイマイクロンの決算内容ね。それって、半導体だよな。韓国勢にも朗報じゃないか。そうね。民株の一部引用しておくわ。マイクロン、テクノロジー、MU、が、上昇。前日引けあと22から2月期決算第2四半期を発表し、売上高が予想を下回ったほか、1株損益の赤字が予想以上に拡大した。第3四半期の見通しも公表し、1株損益の赤字が予想以上に膨らむ見通しを示したものの、売上高は予想範囲内となった。四半期配当は1株 0.115 ドルを維持している。一部のアナリストが懸念していたよりも、良好な見通しを示し、株価にネガティブな反応は見られていない。同社は声明で顧客の在庫は改善傾向にあり、業界の需給バランスは徐々に改善すると考えている。我々は長期的な需要に、引き続き自信を持っており、技術及び製品ポートフォリオの競争力を維持するため、慎重な投資を行っていると、述べた。今回のガイダンスは半導体市場が、一時期の荒波を乗り越えて、復活の可能性があることを、示唆している。過去1年間の需要の、急減は同社の顧客に、注文の削減を促し、新しいチップを購入する前に、過剰在庫の山を処理することを、敷いた。ニュースは以上ね。これを見る限り、マイクロンが買われる内容には見えないが。そうよね。市場の反応は不思議よね。まあ、この内容で4ドルも上げて、63.54 ドルとなっているわ。インテル 7%、ナブイディアも 2% ほど上がってるわ。今日、SK ハイニックスやサムスン電子に買いが集まるかは注目ね。おお、今日の金融ニュースは明るい内容だったな。甘いわね。マリサ、もう一つあるのよ。そうなのか。では、記事を読むわよ。相次ぐ銀行破綻で230億ドル、約3兆500億円近いコストを抱えた米連邦預金保険公社、FDIC は、その負担の分担で国内の大手用の割合を通常より高くする方向で検討している。事情を知る複数の関係者が明らかにした。FDIC は1280億ドルの預金保険基金を底上げするために、5月に緊急の要介査定を行うことを提案する計画を明らかにしている。シリコンバレー銀行、SVB とシグネチャー、バンクの破綻で、この基金への影響は不可避と見られている。小規模の銀行に負担を、かけぬよう政治的な圧力が強まる中、FDIC は保険料の設定においては一定の裁量が与えられているとしている。事情に詳しい関係者らによると、当局者らは水面下で、大手料に負担のかなりの部分をシフトすることで地銀への圧力軽減を目指している。JP モルガン、チェイスやバンク、オブ、アメリカ、BOFA、ウェルズ、ファーゴなどの大手用はすでに、負担引き上げ前の段階で、巨額の負担を求められていると、考えられる。ニュースはここまでね。ああ、破綻した銀行の損失をどうするかという話か。全額預金保護という異例の決定をしたけど、その負担を誰が背負うのか、記事を読む限りでは大手銀行ね。大手銀行の株価は堅調に動いたようだけど、先が気になるニュースよね。でも、それ以外に解決策はないだろう。中小銀行に負担させたら、また破綻するかもしれないしな。その負担で大手銀行が苦しくなったら、
元も子もないんだけど。230億ドル、約3兆5000億円よ。複数の銀行負担でも、数千億円になるわ。確かにそんな一言で引き受けられる額じゃないよな。金融危機は過ぎ去ってない。なのに、やることがどんどん増えていく。アメリカの経済は面白いな。でしょう。今回、金融危機から取り上げてきたけど、面白いわよ。世界経済の中心の動きを追うのは。そうだな。では、今回はこの辺で終わろうぜ。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。